井上慶太は、将棋騎士、九段、若松正和文化、騎士番号は157、兵庫県芦屋市出身、順位戦 A 級通算3期、日本将棋連盟騎士会副会長、日本将棋連盟非常勤理事、同連盟常務理事。1978年、中学3年生の時、中学生名人戦で準優勝。翌百七十九年、 高校選手権で3位となり、同年、奨励会に入会。高校1年での入会は、非常に遅い方であるが、3年余り経った1983年に、プロ入りを果たす。1985年度、新人王戦で帰戦初優勝。翌1986年度には、若実戦で優勝。1987年度の、第36期王座戦で、南宝一。 米永国を、マナベカズオを破り、ベスト4に進出した。翌1988年度の王座戦でも、米永ナを破り、ベスト4。しかし、当初は、順位戦との相性は悪かった。1988年度の、第47期順位戦 C 級二組では、勝てば、昇級という最終局で逆転負けを喫する。しかし、 兄弟子の谷川康二から送られた報われない努力はないとの手紙に勇気づけられ、翌年7期目の順位戦にして初の昇級を勝ち取る。1993年度の第52期順位戦 C 級一組ではタイトル経験者の屋敷、信行、郷田正敬からを破り10戦全勝で B 級二組へ昇級。さらに1995年度、 1996年度の順位戦では2年連続昇級を決めて一気に A 級八段となる。初の A 級順位戦では最終9回戦の津島明戦で横太り八五飛戦法を用いて勝利。自身が5勝4敗で A 級残留して米長国を A 級からの陥落に追い込み、また同戦法が一躍注目を浴びるきっかけともなった。 翌年度の永久順位戦は、最終局で自分が負けても兄弟子の谷川が、島明に勝てば、高級を逃れるという展開となったが、井上、谷川共に敗れたことにより、井上は、高級となってしまった。竜王戦のランキング戦では、1993年度に5組、優勝、1996年度に4組、優勝、1999年度に3組、 優勝、2001年度に2組優勝と、通算4回も優勝を記録。2008年度の第67期 B 級1組順位戦で、混戦の中上1つ抜け出して、A 級復帰を決める。11期振りの A 級復帰は、原田康夫に次ぐ2番目の記録。2011年3月3日の対局で勝ち、8段、昇段後250勝により9段昇段。なお、 この時点での通算成績は635勝456敗。プロ入り後の商談規定は将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。